はい、始まりました。今回もいろいろ話していこうっていうライブでございます。ライブじゃねえや、ラジオか。今回なんですけども、今日の朝は白馬八方じゃないや、白馬47スキー場について話したと思うんですけども、今回は日本を代表すると言っても過言ではないスキー場を紹介していきたいと思います。まあ、開始早々ガラ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 うるさいと思うんですけど、それはご了承ください。今回は日本の中で一番言ってもいい、有名と言っても過言ではない白馬八方尾根スキー場について話していこうと思います。今回はですね、もう一番でっかいスキー場なんで緊張してるんですけど、で白馬八方尾根ですね、まずいきなり悪い点から行くのもあれなんで、いい点としては、まずさっき前の前回の動画で言ったように、白馬っていうのはゴンドラがあるゲレンデが多いんですね。なんでゴンドラでズドーンと山頂まで、ある程度の山頂まで行けるっていうのがメリットですね。ゴンドラアダムかな、そっから一気に山頂まで行きます。でまずコースとしてはやっぱり白馬エリアのもう一番のでかい斜面を持ってると自分は持ってるんで、例えば八方のスカイラインとかはもう確実に斜面でかくて、パウダー降った日はすごかったような覚えがあるし、パウダー当たったかな、スカイラインに、圧雪の時に良かったんですよね、スカイライン。あとはウサギ平の急斜面じゃなくてその端の圧雪もめちゃめちゃスピード出る圧雪ですごかった覚えありますね。で、あと八方は知り合いがこもってたんですよね。でなんかよく朝一リーゼンって言ってる知り合いがいたんですよ。ただ言いたいだけなのか分かんないですけど、その子は朝一リーゼン行ってくるとか言って張り切ってましたけど、なんか朝一リーゼンもめちゃめちゃ楽しいみたいですね。俺はまだ朝一リーゼン行ったことないんですけど、リーゼンっていうロングコースかな、実際滑ったコースが分かんないですよね、リーゼンかどうか。リーゼン滑ったんだけど、どこまでがリーゼンなのかっていうのは正直分かってなくて、でリーゼンもう急斜面、結構急斜面だし、なんといっても俺八方好きだった理由は、春コブだらけになるんですけども、前に八方バンクスっていうのがあったんですよね、北尾根の方に。明確にそれを覚えてるんですけど、作家の上あたりかな、作家ゲレンデの上あたりに八方バンクスっていうのがあって、もう多分なくなっちゃったんですけども、それが俺は一番好きだったんですよね。正直トップシーズンも行ったことあって、春も行ったことあるし、シーズン始めも行ったことあるんですけど、そこまでそんなローカルだ俺はみたいな、そんな感じで滑れてはないんですよね。3、4回ぐらい行ったことあるぐらいで、
まあ、基本的には五流だったんで、でまあ八方行った時に思ったのは、その八方バンクスでその他のゲレンデにはないでかいバンクを滑れるんですよね。普通のゲレンデっていうのはそこまで大きくない地形パークみたいなのがあって、ペアリフトで回すような感じのところが多いんですけど、まあ八方バンクスもペアリフトで回すんですけど、まあバンクのでかさが異常なんですよね。こんなでかいバンクに当て込んだことないだろうっていう、まあもうなくなっちゃったんで、まあ滑りに行っても多分ないと思うんですけども、本当俺はその八方バンクスが好きだったっすね。お前何にも知らないだろうって思われるかもしれないですけど、一応八方バンクス一応滑ったことはあります。まあ一日だけですけどね、八方バンクス、うわ楽しいなこれと思ったんですね。でまあの一番すごいなと思ったのは、あそこの八方っていうのはパウダー振った時に迂回コースの段差で飛ぶ人が多いんですよね。多いっていうか白馬ローカルの人なのか分かんないけど、それ見て俺かっこいいなと思ったんですよね。すごいかっけえなと思って、八方でまあ動画でも見たし、実際にね、あ実際に見てないから動画で見たのか、動画で見てうわかっこいいなと思って、それで八方行きたいなと思って滑りに行ったんですよね。やっぱり圧雪も全然最高なゲレンデだし、あとあのリーゼングラードでしたっけ、一番上のクワッドリフトかな、あそこも景色がすごいんですよね。もうスキー場内なのにバックカントリーみたいな、本当にすごかったですね。あれバックカントリーじゃないのにバックカントリーみたいな、リーゼングラードかな。であとあの八方といえば俺はあの春でボコボコな時でシーズン始め足疲れちゃった時にパノラマ林道っていうのがあるんですよね。ようななんかみんなパノリンって言うんですけど、俺あれ好きですね。あの高速で地形に当て込めないんですけど、なんだろう、なんかゆったり滑れるんですよね。パノラマ林道俺好きだったっすね。あのなんかペアで回すんだっけな、なんかパノラマ林道っていうのはあって俺それ好きだったっすね。まあ、八方はそこまであの冷や雪も滑ったことないですし、圧雪もそこまであのいっぱい滑ったことあるっていうわけではないんですけども、やっぱりゲレンデでかく滑れるゲレンデなんで、俺はやっぱあそこはなんだろう、五流は自分的には練習しに行くところ、八方はなんか景色を見に行ったり斜面のでかさを味わいに行くというか、まだまだ俺は滑れないんだなっていう風に修行しに行くゲレンデだっていう、なんかそういうようなイメージありますね。シーズン始めとトップシーズンと春行ったことは一応あるんですけども、でシーズン始め行った時はスカイラインとあとパノラマかな、あのゴンドラ降りてすぐ下に降りてくるところですね。あそこのバーンとあとウサギ平の上かぐらいしか空いてなくて、でパノリンも空いてたんで、そパノリン道はそこ楽しかったんですよね。シーズン始め、シーズン中盤はあの、まあ、その次のシーズンに行ったんですけど、
あの八方の名物って結構強風が吹くんですよね。でゴンドラ直で受けるんですよね、風。なんで、あの結構運休する確率高いんですよね、あの八方のゴンドラって。俺は勝手に思ってますけど、実際風当たるところにあるはずだし、あそこは。あと風強いし、普通に。いや当たりやすいとこだし、その突風系ですよね。突風かわかんないけど、まあでリーゼン滑るためのリーゼンクワッドかな、なんかリーゼンの方のコースのところにあるクワッドリフトがあるんですよね。でそれも止まっちゃった時あったんですよね、確か。で最終的に泣き山ぐらいしか滑れなくて、で泣き山も全然自分嫌いじゃないんですけど、泣き山直角行とかやったりあれはあれで面白かったなと思う思い出があるゲレンデですね。そうですね、でまあ春行った時も八方バンクスあって、でそれは本当に良かったですね。まあさっき言ったようにちょっと弱点としては、八方の弱点としては風が強いのと、で風受けたリフトすぐ止まっちゃうっていうのは、まあ、しょうがない話なんですよね、もうなのは。まああとあのなんつうんですかね、あの八方はちょっとあの駐車場からゴンドラまでがちょっと遠いんですよね。それはちょっと俺は一番の弱点かなと思ってて、その五竜は滑った降りたところに駐車場があるようなもんなんですよね。で47もそうだし、まあ、47ちょっと、うん、いやまあ47もあるな、ね、そうだね、そう、そこまで遠くはないんですよね。だからちょっと八方の弱点はそれかなと思うんですけども、やっぱでも八方の上部オープンだけの時とかすごい面白かったし、俺はシーズン初めからあんなになんかいい雪質で急斜面滑れる八方、俺すごいなっていう風に思ったっすね。であとスカイラインの迂回なんかもなんか世界観が違うんですよね、全然。俺は八方はなんか景色を見に行ったり、でやっぱ白馬の自分バスツアーでその白馬八方ね行ってたりしたんですよね。だ最初八方バスのインフォメーションセンターについて、あそこの八方の湯のとこですよね、まあ分かる人は分かると思うんですけど、八方美人のラーメンでしたっけ、あそこのとこに着くんですよね。で5時何分ぐらいかなに着いて、でインフォメーションセンターからゴンドラまで歩いていかなきゃいけないんですけど、その前にローソンあるんですよね、あの八方インフォメーションセンターの前あたりに。でそこでバスツアーなんでコンビニに寄れないじゃないですか。だからここにコンビニあるっつってローソンで唐揚げくんを買って食べてた思い出があるっすね。あそこは本当にいい位置にコンビニを置いてくれてるなっていうのはあったな。まあその八方のゴンドラまで結構遠いっていうのもあるんですけど、それでもその歩く最中に八方の街並みっていうか、そのなんだろう、ゲレンデに行くまでになんか宿のようなレンタルショップのようなものがいっぱい街みたいな感じになってて、俺はすごくあの雰囲気は嫌いじゃなかったですね。なんかであとジャンプ台もなんかジャンプ台とか書いてあったり、なんだろう、白馬に来たなみたいな、そういうような思わせてくれるようなゲレンデでしたね、あの白馬八方根は。だから
ガチで滑りたいけど、あの景色見に行くのも全然俺はありだと思いますね。俺はすごく好きな、ちょっと気合い入れていかないといけないけど、これはすごく好きですね。で、その白馬、覚えてる限りの話なんですけど、なんだろう、その白馬の八方根のを下から見ることもできて、でその下から見るのはそのローソンの近く、その交差点の奥に行ったところに、まあちょっと表現難しいんですけどラジオで、スノーピーク白馬っていうのがあるんですよね。だそれが白馬の八方根のスキー場を見ることができるんですよね、下から。いや俺はそういう景色も好きですし、その白馬の、あの白馬大橋っていうのもあるんですよね。ここも白馬八方根の景色見ることで言えるんで、なんかいい位置にあるというか、ど真ん中にあるというか、そういう雰囲気はありましたね。で自分が今使ってるのも、板も白馬の八方の BC だったと思うんですよね。ガラガラ沢っていう、そのため滑るための板を使ってるんですよ今。だからもうなんか八方だっていう風になんか身構える感じは正直ありますよね。なんか一番いろいろ分かってないといけないゲレンデというか、まあおしゃれな白馬といえばおしゃれな街並みのあのエコーランドとかもねありますし、なんか日本を代表するようなスキー場だなっていうふうに自分は考えてますね。で自分はまだ滑ったことないんですけど、その話戻して、あの白馬八方根になんか前ローカルの人が滑ってたのかな、コースじゃなかったんですけど、あのおむすびっていうのがあったんですよね。で最近コース名になったらしくて、だそういうその白馬の文化としてローカルが滑って名前を付けたポイントにスキー場が乗っかってコースとして名前を付けるっていうのは本当にとてもすごいことだと思います。そのいやそんなのダメだよとかスキー場側から言わないでおむすびっていう風につけようって、で実際におむすびっていう本当に見たことあるんですけど、おむすびなんですよ。俺すごいなと思うんですけど、ね、スキー場側が認めておむすびっていう風にしたっていうのは俺はとてもすごいことだと思いますね。夏に白馬ハイランドに泊まった時もそこからでもおむすびの感じが分かったんで、ああこれがおむすびかと思って、俺はまだ滑ったことないんですけど、そうですね、最近そこちょっと興味あるですね、おむすび。まだ滑ったことないですけど、まあ白馬行く機会ないかな。そうですね、まあそれでシュンピーがいる気ままにユーライドっていうチャンネルがあるんですけど、そこも白馬八方根でシーズン始めにパウダー滑るっていう結構お決まり系が2年間ぐらいあったんですよね。それがもうかっこよくて、俺は白馬八方根に最初こもりたいと思ってたんですよね。でもやっぱ機会が恵まれなくて白馬八方根じゃなくて五竜にこもることになったんですけど、やっぱり一番憧れのゲレンデだったっていうのは白馬の中でも一番あそこが本気だなっていう、まあどこも本気ですけどちょっと一段階上だなっていうのは白馬八方根だなっていうのは自分は思ってますね。そう
ですね、上から下までも距離がめちゃめちゃ長いし、本気のゲレンデですね。足をズタボロにしていくような、そんな恐ろしいゲレンデですね。白馬八方では、まあ、白馬八方に行ったことない人のために紹介したり、困ったわけじゃないんで、全部端から端までここの地形はいいとか、ここの何番目の地形はいいとか分かんないんですけど、あそこは本当にビッグゲレデで、でかいでかい滑りを、細かい滑りじゃなくてでかい滑りをしたい人が行くところですね。ワンターン20メーターとか、例えばですよ、盛ったかもしれないですけど、そんなでかくでかくターンを切るような人たちが引き締め合ってるゲレンデなんですよね。本当にかっこいい人たちが集まる、本当に日本を代表するゲレンデです。まあ、今回は白馬八方尾根についてのゲレンデの自分が思った感想でした。なんかこれちげえよとか、八方尾根こうだよねとか思ってくださった方は、コメント欄になんかいろいろ話題としてみたいんで、ぜひ書いてください。今回は白馬八方尾根の動画でした。ありがとうございました。